情報部指導は、芝良太郎の時代小説。週刊講論で1960年1月より、同年8月まで連載された。同年11月中央講論者より刊行された。この小説を原作として、1961年に富士テレビが、1969年に日本テレビが、それぞれ時代劇のテレビシリーズを制作した。幕末、朝廷の密命を受けた。 見学、高野少将の利地下が東海道を舞台に、砂漠派、金の原の資格に立ち向かいながら、使命を守る活躍を描く。連載第1回目の表題は、花裂ける、情報武士道であったが、ジャーナリストの大谷総一の助言により2回目以降は、情報武士道に改題され、単行本出版の際にも、情報武士道の表題で出版された。税は、本来、税 または、再六と書き、上方でデッチを刺す因語、再六の江戸なまりとされる。特に、上方の贅六は、江戸で関西人に対する、無別的な表現として用いられるため、今日では、差別用語として寄付される傾向にある。中央公論者で没後再刊した際に再び、花裂ける情報武士道に解体された。連載当時雑誌の編集長だった。 島中法事は、大阪人の大家が、税録を進めたのは、一種の自虐趣味だったのではないかと、語っている。芝夫人の福田緑は、情報人として、税録は好きではないと述べている。1961年1月3日から同年6月27日まで、放送された。毎週火曜日夜8時30分9時。全25回。 1969年4月6日から同年7月27日まで放送された全17回ありがとうございます。